上野社石切り剣屋神社は、大阪府東大阪市東石切り町にある、神道石切り教の神社。縁起式神明町に記載されている、河内郡の式内社、石切り剣屋命神社に座。旧社格は孫社。石切山、伝母の神様として親しまれ、本殿前と神社入り口にある百度石の間を行き来するお百度参りが、全国的に有名。 創建年代は火災により社殿及び宝庫がことごとく消失したためつまびらかではないが、代々の社家、小住家には、後期2年に、生駒山中の宮山に、神まで命が、にぎはや悲惨を奉仕されたのを、神社の起源とし、主神天皇のお世に、原本社に、神まで命が奉仕されたと伝わる。現在確認できる文献では、日本三大実録に、 上元7年9月22日に、河内国勢6位の石切剣や神社15位下を、熟との記述が見られ、縁起式神明朝にも、石切剣や命神社に座と見られる。室町時代末期に陛下にかかり、神宮寺であった天台宗法通寺と共に社伝を、消失する。その後復興したが、宮山の地にあった祭祀の場はいつの頃か現、上野社の場所に移された。 明治時代になると尊社に列せられた。1905年には、逃げ早い孫が現在の本社本殿に合示されている。その後も、上野社のあった土地は、奥の院として信仰を集め、いよいよ最高の機運が高まり、1932年に解体保存されていた本社の旧本殿を上野社に移し、1972年に王子の姿を取り戻した。当社は、 太平洋戦争後に、新党石切教を設立させ、その総本部となっている。1975年には、東京都文京区に分子され、石切東京分子が鎮座している。上野社の、さらに奥には、奥宮があるが、荒廃している。石切大名人と総称される。石切駅方向からの参道には、商店が連なっており、占い店や、 漢方薬店等の変わった店が集積する。神社の公式な見解にはないが、神道を治むによると、石切さんは長須根彦と深い関わりがある。石切さんには長須根彦がお祭りしてある。等の句伝があるという。神道は、石切の音を愛しきる愛と分解し、愛の語で解釈することで、長須根彦と訳出可能であることを指摘する。 同じ結論を、大戦元も指摘しており、石切りや石切りは、アイヌ語で、その、長い、彼の足の意味になるという。AB 石切りさんボリューム20国切れ数計会、振道を収む、長須根彦の実像幻想者。1989年2月20日。ISBN4 から874680569。87 P23 振道を収む、長須根彦の実像幻想者。 1989年2月20日。ISBN4 から874680569。87 P59 大戦元。古代日本史と縄文語の謎に迫る気候書房、2001年。ISBN4 から877716068。P66。ありがとうございます。